どうも皆さんこんにちは、チャクバセ。本日はですね、アメリカ入国に必須なエスタってありますよね。こちらがなんとアプリに、ね、なりましたので、本日はこちらの解説と導入ね、実際にやっていきたいなと思います。ということで、エスタね、知らない方もね、中にはいらっしゃるかもしれませんので、一応簡単にね、紹介させていただくと、このエスタっていうのはですね、アメリカに入国する際のビザ代わりに、ね、なるシステムになっておりまして、渡航認証システムなんてね、まあ言われておりまして、90日以内のですね、短期のね、商用、もしくは観光目的で渡米する際に、このエスタっていうのはね、必ず必要になります。エスタ自体はですね、約ね、40カ国の地域と国民ですね、このシステムをね、導入されておりまして、まあ、ビザの代わりでね、このエスタを申請していただければ、アメリカにね、入国することができるっていった形になってるんですよね。まあ、逆を返せば、このエスタ自体ね、登録忘れてしまうとですね、アメリカに向かう飛行機とか船だったりね、まあ、こういったものにですね、このエスタ登録してないとですね、飛行機、まあ、船、両方ともね、もう乗ることすらね、できないっていった形になりますんで、まあ、このね、アメリカに入国する際にはですね、このエスタっていうのが必ずね、必要になるんですよね。で、今回ね、モバイルアプリになりましたということで、Android、iOS どちらもね、利用することができるっていう風になっておりまして、エスタ自体はですね、申請から2年間ね、有効っていう風になっておりまして、この2年間以内にですね、パスポートが切れてしまう場合は、そのね、パスポートの有効期限が、まあ、このエスタの有効期限になってしまうんですけども、またね、このエスタ自体は今現在2023年現在はですね、費用がね、1回21ドルね、かかるっていう風になりますんで、まあ今のドル円のレートだと多分3000円は超えてきてしまうと思うんですけども、まあこのぐらいね、なってしまうんですよね。まあちょっと前までね、まあ14ドルぐらいだったんですけども、去年あたりですかね、値上がりがね、されてしまいました。ということで実際ね、導入ね、していきたいななんていう風に思います。ではね、実際に導入していきましょう。まずですね、ここら辺ね、画面ね、出しておきますので、またね、サイトは概要欄に載せておきますんで、そこからね、ダウンロードしていただければなと思います。まずね、エスタモバイル、エスタって検索していただくと出てきますんでね、まあ検索でもいいですね。では、入手していきましょう。はい、ダウンロードはね、完了いたしました。ではね、立ち上げていきます。やっぱりね、日本語でちゃんと出るんですね。まあ、日本のね、Appleストアでね、ダウンロードしてるんで、まあそうなのかなと思ってたんですけど、いいですね。はい。操作の継続でいいのかな。はい。で、セキュリティに関する警告を同意していただいて、まあこれは全部ね、英語で出てますけども。はい。では、エスタ取得の場合、エスタね、取得の場合と、エスタを申請する場合ということで、今ね、既存でエスタ申請をもう済んでる方も、こちら利用することができますし、これからね、エスタを申請する方も、こちらからね、利用することができるっていう風になります。私はね、もうエスタ持っておりますんで、エスタを見つけるでいきたいと思います。で、パスポートの番号と生年月日で、エスタの申請番号をお持ちですかということで、まあ、こちらをね、申請すれば、探すことができるみたいですね。では、パスポートの番号を入れていきましょう。でですね、エスタの申請番号をお持ちですかっていうね、項目がございまして、こちらね、持ってる方は、覚えてる方はね、こちら番号を入れていただいて、OK ですし、もしね、持ってなければ、こちら EA に押すとね、国籍とか市民権とか、パスポートの発行日、またね、有効期限とかね、入れていただければ利用することができます。ではね、ちょっと私は覚えてないんで、パスポートのね、情報とかを入れちゃいたいなと思います。ではね、入れ終わりましたら、こちらでね、自動的に進むみたいですね。認証は承認されましたということで、こちらでね、認証された画面がね、見ることができます。で、申請番号等々もね、見れるんですね。で、こちらで、まあ、もう本当に簡単ですね。これだけ入れていただければ、もう下の方行ったらね、楽しいご旅行を、楽しんでくださいみたいな感じで終了ですね。で、警告、あなたはイーサのプロセスに残っています。こちらを継続してもよろしいですか？ちょっとこれよくわかんないな。どういうことなんだろう。まあ、承認自体は、承認は認証されましたということで、ここで情報の更新、確認するでいいのかな。そうですね。確認するを押していただくと、こちらでね、エスタの申請番号とか、有効期限とかね、こういったものが確認することができるっていった形になります。いいですね。こうやってね、日本語で有効期限もね、全部見ることができますので、まあ私はね、2023年11月の18日ということで、もう今年の11月でね、切れてしまうので、またね、申請し直さなきゃいけないわけなんですけども、まあ、こういった感じでね、簡単に利用することができますね。まあ、ちょっとね、言語の変える設定がね、ちょっと欲しかったなっていうところがありますかね。はい、ちょっと戻りましょう。
特に言語の設定みたいななさそうですね。これね、日本語で操作できるのは非常にありがたいんですけど、日本語でしか表記できないじゃないですか。ですんでね、ちょっとあれですよね。パッと見せてね、外国の方がわからないんで、ここはちょっと言語の変更みたいなのが、まあ、できたらね、もうちょっと便利に利用できるかななんていうふうに思ったんですけども、まあ、私もね、エスター、いろんな国で世界一周した時に見せてって、アメリカ接続する便の時ね、結局日本語のエスター見せてもね、日本語読めないんでね、はい、結局、まあ、申請番号とか書いてあるんで、まあ、それでいいんですけども、パッと見てパッと伝わんないっていうのはね、ちょっとあれですよね、はい、まあできればね、言語とか変えられた方が便利に利用できたかななんていうふうに思うんですけども、まあこういった感じになります。では終了しましょう。でこれであなた、エスタの申請プログラム残しています。継続してもよろしいでしょうか。まあ先ほど見させていただいたので大丈夫ですね。ということでこういった感じでね、利用することができるって言った感じになってるんですよね。まあこれはね非常にいいですね。はい。毎回、この情報を入れて、まあ見ていただくっていう感じですね。まあ、即刻はスクリーンショットとかで、まあ申請番号を確認しといて、まあこの画面でね、パスポートと、生年月日等々を入れていただいて、まあ呼び出すみたいな感じですね。だからまあなんか、出して保存できるみたいな、まあそういった感じではないみたいですね。はい。ということで今回ですね、ちょっとね、私も有効期限が切れちゃいますんで、今ね、ちょっと新規で次のね、申請も今ね、お見せさせていただこうと思ったんですけども、どうやらね、アプリの方がちょっと不具合を起こしてるみたいで、新規のね、登録はね、カメラでこのパスポートとかね、読んでやるみたいなんですけど、ちょっとそのね、カメラ画面でずっとぐるぐる回って次のページにね、ちょっと進みませんので、ここはね、また、そうですね、またできるようになったらね、どっかのタイミングで紹介させていただきたいななんていうふうに思いますんで、ちょっとねここはお見せできないのはね申し訳ない限りなんですけども、まあ一応ねエスターアプリになりましたので、まあこちらはねぜひ覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。まあこのねエスター自体はですね、この今までねウェブで申請してたわけなんですけども、エスターってね代行会社がね SEO のトップ、まあ Google とかで検索すると上の方にねリスティング広告とか出してて、代行会社が一番上になってて、まあ、気づかずにね、そこで申請してしまうっていう方がね、今も結構いらっしゃるみたいなんですよね。私の友人とかもね、アメリカ行くときにね、こんなに申請高かったっけみたいな連絡が来て、あれと思って、スクショ送ってみたいな感じで見たら、違うサイトだったりね、いたしましたので、まあ、そういったね、まあ、詐欺ではないですけども、代行会社とかね、気づかず利用するみたいなね、まあ、そういったこともありますので、まあ、アプリになったっていうのはね、そういう間違いがなくなりますんでね、これはね、本当にいいですよね。ぜひね、アメリカ利用する機会ね、ある方はですね、導入ね、しといていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。